はい、ありがとうございます。シャチくんです。よろしくお願いします。ではポケモン一匹縛りプレイつぼつぼバージョンね、やっていきたいと思います。いや前回はマジで長かった。大変じゃないのに長かった。なんか矛盾、やっぱ攻撃低いからね。まあ、今回はつぼつぼちゃんがね覚醒してくれると信じております。でゴース対策に、泥影ね覚えさせてます。あ、下で舐めるね。これ催眠術なかったっけ、大丈夫かな。あ、まあまあ与えんじゃん、思ったより与える。下で舐める。まあ火はやめてほしい。よし、いいね。まあまあ、え、なんか結構与えるな。いやほら催眠術当たるわけないんだから、こんな命中下がったから。うわーすごい、3発急所幸先よし。つぼつぼの急所ね、なんか思ったより出んだよね。アリゲイツも泥かけから入る。もう一体ズバッとだもんね。わー水か。あ、声を張り上げたのが恥ずかしくなるぐらいのダメージのなさ。抜群取られても7、8しか受けなかったね。圧倒的耐久力を見せつけてくれたな。まあね、ここで気持ちにねダメージ与えていきましょう。巻きつく、うん、巻きつくからの絡みつく。でね、これさ、頭突きを手に入れたら覚えさせられるんですが、頭突きでどんぐらい与えるようになるのか楽しみですね。いいよ、いいね。あ、いや結構いいじゃん。あ、もうちょい泥かけしてもいいか。最後ズバッとだから泥かけいらんし、ね、はい。あの素早さ落とすのもあり。絡みつくのさ、素早さ現象ってあれなのかな、退化した、なんか全然起きないね。そういえば古代ではもっと起きてた気がするんですが、はい、巻きつくしてから回復しようかな。あ、怒りね。でも怒りなんかしたところで、あ、でもあれか、ボルテージはめっちゃ上げれるね、この威力それしか与えないからさ。よし、ダメージ外す。いいよ、このさ、この地道なダメージの与えるのをさ、ずっと前回やってたんです。まあアニメーション飛ばしてるとはいえね別に大変じゃない、大変だな、負けはしないんだけどさ、不毛というか時間すごい使うなって感じ。この後なんか結構余裕でいけると思うんだけどな、どうなんだろう。結構強いもんね。はあ、思ったよりも苦しまずにいけそう。関東行ったらな、呪い、呪いも欲しいかな。呪いとさ、まあ、穴を掘るはね、穴掘るじゃねえ、巻きつくか。巻きつくじゃねえわ。丸くなるね。丸くなる、転がる。あー、ヘドロ爆弾、威張る、うん。まあ、いろいろ考えれて面白いですよね。まあ、毒毒が一番いいけどね、実際。いや、レッド戦は毒毒、使っちゃおうかな。ドクドクないとしんどいよね。うん。でもカビゴンに、こいつさ、カビゴンに勝てんのこれ。カビゴンに勝てなくない？まあ、相手も勝てないけどね。別に。ま、そんなね、不安もありながら、アークタイプ等倍か。ちょっとやだね。でも2しか受けない。等倍で2しか受けないんだから。あ、全然与えない。思ったより与えないわ。はい。これさ、2回目のさ、我慢汁みたいな攻撃の方が、ダメージ与えてない？まあ、きっと。これ。これの方がダメージ取るよね。ああ、不思議。人だけにね。メスだけどね。巻きつくから解放。ひるみがだるいな。あと超パね。でも今回でやっとこれに、いやでも転がるが
技になるか。まあ、自然公園で穴を掘るもあるし、うん、どうなんだろう。ヨロポンの波乗りとかちょっと怪しいな、今急に思ったけど。ヨロポン怪しいね。なんか余裕だとは思っていたけど、どうでもない可能性も見えてきてしまった。あと問題はこのフラッシュね。このフラッシュのせいでさ、技のレパートリーがないんですよ。どうしようこれ。でもフラッシュなきゃさ、前回のストライク絶対勝ててないよね。フラッシュは意外と有用だよね。序盤で手に入る割には強いよね。2。いやー、回復アイテム使いたくないです。マジで使いたくない。ああ。はい。やだ!やめて!倒して!急所!ああ。あ、行くんじゃない?行く?行け!行く!行く!行きたー!行きました。動画。はい。まあいい。使えないポケモンだぜ。よし、やったぜ。まあこんな感じでね、時間はかかるけどね、倒せるんですよ、ツボツボちゃんはちゃんと。まあやっぱあと毒にさえすれば結構いいよね。ヘドロ爆弾先に取りたいな。そしたら小金からかな。行こうかな。はい。はい。ということでね、小金ジム行きましょう。いやー、さすがに時間かかるから大人のお姉さんとは戦えないなー。うん。ずれた。まあ、キトを使って大人のお姉さんと戦わないなんて選択肢はなかったですね。はい。見せつけてやりましょう。オタッチ。動画オタッチ。続きね。わ、そう、絡みつくわせさせて続きにしました。え、先制取れんの?ははは!いやー強い。やった。ツボツボでこんなダメージが見れるなんてって思ったけど、相手9レベでした。これさ、俺今更思ったんですけど、自然公園にさ穴を掘るあるよね。確か穴を掘るあればミルタンクの転がる全然怖くなくねって思ったんだけど、今更だね。あの中学生か小学生高学年ぐらいか時に苦しんだあのミルタンク、簡単に攻略できたな。穴掘ればいいですね。勝てなそうだったら穴を掘ってから来ようと思ってます。でも今頭突きのあまりの強さにね、驚きを隠しきれない。ほら、あれ。あ、丸くならされたか。レベルが近くなったらもうこんなもんかってなったわ。えい。いや、楽しい楽しい。だって今まで1しか減らなかったんだもん。巻きつくと合わせて2か3減ったらめっちゃ嬉しいって思ってたのが、こんなにダメージを与えるようになった。どうしちゃったんだよ、きっと。頭突きなんかしてたらやばいんじゃない?でも。使い物にならなくなっちゃうよ。次で落とせ。おれ。ああ、残念。いや、でも随分楽になったな。やっぱ技、攻撃力がね、低いといえど、技の威力が高ければ、いけそうですね。そう考えると自信とかも悪くねえな。あら、終わってる。うわー、満足させられませんでした。よし、じゃあ回復してきました。まあ、今のね、そうじゃ、あけみさんは満足させられないと。残念です。せめてこの子はね、こんなことがいないのよ、いや。ません。続きをします、ただ単に。はい。ミカちゃんね。ブルー。引き上げてますね。まあ、でも言うて、引きか。噛みつくね。え、これだってミルタンクは余裕だな。ミルク飲みをさ、ミルク飲みをさ、されて、倒しきる実力がないんだけど、この子、どうしたらいい?
多分また PP 切れ狙いになっちゃうよ。ヒルクノリの回復量を上回る攻撃持ってないもん。武器も先制取れないし、胴体異常もないし。ヒルだ、ヒルだって。えい、いやだってブルーでこのダメージだもんね。ちょっと冷静になったらちょっとまずくない？はい。あ、いいよ。急所。急所そこそこ出るね、なんか。よし、もう一回ポケ戦だな。1トレーナーにつき毎回戻る羽目になる。まあ、やっぱ28まで上げて我慢っていう説もあるな。まあ、とりあえずこのまま行ってみましょうかね。よし、そしたら、みかんちゃんね。行きましょうよ。倒せるかな。結局さ、ミルクのみどうするか全然対策してないや。はい、ミルクのみされないまま自然に勝つか、またはあれですね、 PP 切れ。ミルクのみの PP ってそんなないよね、さすがに。あって20回ぐらい。まあそう信じて。あ、思ったより当てる。あ、思ったよりは当てた。電磁砲。あぶねえ。このピッピ毎回さ、俺に強いの打ってくるんだけど、冷静に見ると祈祷に負けつかれたってやばい。あんまり見てこなかったけど、ピヨピヨパンチね。これはまあ別にどっちでもいい。はい、まあ地道に行きましょうよ。ミルタンク戦は泥仕合になるぞ。相手の素早さは命中か。光合成はだるいですね。なんか思った以上に回復しないでも、相手の命中を完全に下げて避け続けるだけね。すでに害悪なポケモンに近づいてないか、こいつ。近づいてるというか、なってるよ。なんでしょう。金縛りね。まあ別にどうでも。巻きつくなんか封じられたって、全然関係ないね。はい。指を振る。ボロかけ。ひどい。そんなことある。そんなシンクロすることある技の。ひどいな。こっちの命中も下がったらいよいよ泥試合とかいう次元じゃなくなっちゃうよ。頼むって。丸くなるも良くない。良くないです。倒せない、もうこんなんじゃ。指を振るってなんか強いな。こんな強かったっけ？まあでも確かに関東でチャンピオンになれるからな、指を振るあれば。おい。なるほど。まあしょうがないか。はい、まあとりあえずね、ピッピは倒せましたね。とりあえずこれは OK。で、こっからですよ、問題は。まあとりあえず泥かけだよね。はい。あ、そっか、抜群か。あ、そうだわ。急所だし、無理も。あー、しかもこっちも気に入れとか出た。もうふざけてるわ。はぁ、ムカつくな。ちょっと転がる取ってきます。はい。はい、ということでね、戻ってきました。だいぶ強化されましたよ。この一体でね、つぼつぼを強化するための技がいっぱいあるので、見てください。こうなりました。転がる穴掘る巻きつくフラッシュね。まあこれ、どうしよっかね。いや、泥かきはまあフラッシュあるからいいかなって思って忘れさせて、まあ頭突きも変えるんでね。近いせいビビった。いいなって思って、忘れさせたんですけど、指を振る。10万ボルトね。
10ワボルトって、ああ、そっか、等倍か。なんか意外と等倍多いな。まあ、これ、うまいタイミングで転がるを使えば、十分ね、勝機がある。一匹の、一匹をちょうど、あれ、転がるって何回やるんだっけ？外すまで、5回ぐらい。まあ、5回だとして4回目で倒せるぐらいで当てたいね。で、5回目ぐらいを当てて、フラッシュを、ビルタンクに当てると。で、穴を掘るのダメージが思った以上にない。穴を掘るより頭突きの方が強いか、ミスったね。いや、巻きつくはさ、どの道にダメージが低いから、この、ちょっとのさ、ダメージ多分必要だなって思って取っといたんですよね。いうのが良かったかな。いや、でも巻きつくのがね、後々強いと思うんですよ。もう転がるやっとく、この辺で。吸血。あ、ピッピは、指を振るの運ゲーなんでね。挑戦。あ、まあ、思ったより与える。あ、そうか、タイプ1か。結構強いね。思った以上に与えるな。このまんまこれで勝てるんじゃない。さあ、行こう行こう。どんどん行こう。どんどん行っちゃおう。こっちはさ、ダメージ全然受けないのに。あ、いや、受けなくないわ。違う、ミルタンクは、転がりやべえんだわ。抜群だわ。すぐ忘れちゃうんだから。倒せ。あー、いい。28は多分耐えるでしょ。あと2発ぐらいしかやんないよね、多分。転がる。外すんですね。これ勝てるのではないか。これ次当たれば勝つんじゃない。もう7しか受けないよ。あっ、ざけんなよ。あー、外すんかい。まあでも穴を掘るもあるんで、転がる怖くないんですよ、全く。はい、怖くない。フラッシュ当てとく。はい、まあ、2発与え、あ、微妙だな。まあ、フラッシュ当てといて回復しようか。いや、このダメージを見るとさ、空にこもるもあってよかったかなとかも思うよね。ピッピで積んどけばね。外すんかい。お前が外すんかい。あ、ちょっと穴を掘るにすればよかった。ミスった。いや、外すんかい。いや、無理じゃん、もう。当たるんかい。ああ。まあ、ミスったね。まあ、順番ミスなきゃ勝てるね。頑張りましょう。はい。じゃあね、3戦目。もう、ピッピはもう転がるご利用しでいいな。うん。まあ、どうせ、当たるか当たんないかはね、わかんなきゃ。往復ピンター、ナイス。一気にパワーが上がったな、祈祷の。やめろよ。なんでしょうか。空気が渦巻く。あ、一番ゴミな技ね。かまいたちって、第二世代にもあるんだな。二ターンかけて2。あ、外した。外すなー。あ、先生の爪、は、外した。え、転がれ、やめろよ。はい。おい、転がるしてくるだろ、だって。まずいなぁ。そっか、まあ、そうだよね。さっきモノマネ使われる時点で気づくべきだったよね。くそが。はい。はい、4戦目。丁寧に行きましょう。負けたら、より時間かかるからね。丁寧に丁寧に行きますね。とりあえずブラッシュから行こう。フォークビンタ、はい。はい、フラッシュ。眩しい。ちょうどいい明るさにしてもらえてね。巻きつくも入れとこうかね。まあ、これ考えるとな、泥かきでもよかったかなとは思うよな。まあ、恨みか。まあいいや。良き技をやってくれた。まあ、どうでも良い技ね。
ほら、フラッシュ外すんだよな、なんか。命中70だしね。あ、フラッシュ。じゃあもうやるしかないじゃん。まあ、モノマネ怖いですが、いっちゃいましょう。うわ、危ねえ。いや、危なくも当倍か。外す。いや、外すな。転がるも命中70ぐらい ?80 とか。うわー、もうだからさー。はぁー。こんなすぐモノマネすんなよ。あ、指を振る。なぜか指を振るでしたね。マッハパンチされたよ。この道、先生取れないのにこっちは。あ、また指を振る。あわあの、レベルが、あれか、レベル差だっけ第2世代は。じゃあ大丈夫だね。でも一瞬でさ、やっぱ判断できないからびっくりしちゃうよね。いい、いい。あ、これ完璧じゃない。全部当たれば。さあ、OK。4、5、6発目。6発まで行くのかな。まあ、全部当たれば、もうこれだけで勝つね。勝たせていただきましょうよ。どっちが先に外すか。いいね。あー、怖いね。いや、どう?あー、まあまあまあ。え、これで3なら決まるんじゃない?優勝です。あっけねー。あっけない幕切れ。そして防御と特防が122。ひどいよ、ひどいよ。まあ、そりゃそう。転がる当たれば、まあ、勝てるね、今後も。いやー、でもやっぱここまで強いとさ、丸くなるも欲しくなるよね。すり鉢山行く?あ、だからついでにフラッシュ覚えてるから、すり鉢山行けるか。すり鉢山も行こっかな、今度。ていうかまあ、行けるようになったら。うん。で、丸くなる一応取っといてね。メロメロも使えるな、一応。ありっちゃありだよね。メロメロ、いやでもな。やれることは多いけど、結果、どれが効率的かよくわからんな。むずいね。戦略が求められるポケモンは俺にはむずいですよ。ゴリ押しじゃないと。そしたら、エンジン向かいますか。はい。はい。じゃあこっちから行きましょう。いやー、頭痛、あ、頭痛機買えばよかったな。ミスったね。ミスったわ。穴を掘るさー。あ、でもちげえわ。エンジンで使うんだ。あ、いや、転がるでいいのか。穴を掘るは一応ミルタンク対策として覚えたんですよね。念のためね。いやー、フラッシュ!これはえぐい。あ、いきなり外した。いえー、やばいぞ。やばいぞ勝てない、多分これ。ケイシー、フラッシュしかないの。やだ、先生の爪発動。倒せ、もう。弱い。最弱の矛、最弱の矛と最弱の盾の戦いをしている。当てろよ。なんだ、フラッシュ連続って、うぜえな。フラッシュ連発はうざいだろう。あ、当てた。やってる奴の気が知れないよ。やっぱやられる側になるとわかるものってあるよね。あ、ケイシーね。やばい。あ。これだるいな。シンプルダルだな。あ、でもめっちゃ当たる。めっちゃ当たりますね。ああ。しかも2ターン技っていうね、こっちは。穴を掘る。え、祈祷の穴を掘るってやべえな。全然狙ってなかったけど。あー、外した。まずいよね、これ。動画消されないですか?いけ!穴掘れ!あー、もう、だるいー!めちゃくちゃだるい、これ。ストレスだ。やってくれ!お願いします。はい、あー、先生の爪ね。先生の爪をつけて、穴を掘る。やっと当たったー!最後の一匹は飛ばします。はい。やっとだー。めっちゃ疲れたー。
ふぅ。ユンゲラーのさ、念力すら5しか受けなかったよ。うん、強すぎ。凄まじい防御力ですね。あー、またジョーロもらうの忘れたー。いつも通り。まあ、ここの後は行くか。そしたらエンジェジムから行こっかな。うん。エンジェは多分勝てるよね。あ、でも恨みがあるのか。めんどくせえな。ちょっとめんどくさいのが続きますね。まあ、とりあえずエンジェから行きたいと思います。はい、じゃあ、エンジェジムからね。転がればいいだけだからね。要は。要は転がればいいだけなんで、勝てるでしょう。ジエさんね。この手持ちがいっぱいいることがね、逆に転がるを使えることにより、あだとなっている。あだにはなってないか。4削られた。これ削り切られたらやばいじゃん。この1回の転がるを全部当てるしかないよ。あー、まだか。そっか。オッケー、ナイス先生の爪。素晴らしいです。素晴らしい命中。これ残り4体当てよ。当ててこう。当てちゃって。麻痺はやめてくれ。麻痺だけはダメ。よし、当てる。これ倒すんじゃない？あ、いいね。4発目。転がるって何回続くんだろうな。5回目。先生の爪でいいよ。ダメ。当てる。すごいぞ。すごいことが起きております。はい。で、6回目。当たるんです。ああ、5回までか。なんだ。穴を掘るの威力も見てみる？麻痺。麻痺るなよ。普通に麻痺るなよ。どう？ああ、思ったより与える。あ、いいじゃん。全然いいわ。ああ、やべ、転がるすればよかった。あれなら一発目で落としたもんね。痺れないね。いいよ。いいですよ。どうしよっかな。いやー、穴を掘るか。これはもう完全にエンジェキラー。あー、やばい。さすがに痺れるかな、一回ぐらい。やばいですね。あう。オッケー、やりました。ちょろそうだな、このジムは。簡単に終わりそう。ピエさんにも勝ったし。はい、ということでね。回復してきました。よし。これね、二人目は、避けれると。ここね。飛んで、この人ね。当たり前のこと言う人ね。当たり前のこと言う坊主ね。はい。文章。武将だったら強そうな名前。ゴーストはどうしようかな。敵が1体だったら穴を掘るのがいいよね。あ、ナイトヘッド。レベルなんだっけ？ 22 か。あ、大丈夫ね。ナイトヘッドで2発で落ちる相手いたらやばいな。これ普通にだけど、呪いもやばいし、あれ？あー、そっか。いきなり。さっき16のゴーストだもんね、初戦は。いきなりダメージに難があるな。はい。あ、まあまあまあ。3回でね、落とせるなら。良きでしょう。はい。オッケーオッケー。結局はね、つぼつぼさんは地道に倒していくしかないんで。非力なんでね。まあ、非力なとこも可愛いよね。まあ、祈祷だしね。それは非力よ。勝ち負けもいっぱいありましたよ。よし。そしたら、どんどん行っちゃいましょうか。松葉だけちょっと怖いね。実際のところ。いや、でもさっきの GA みたいなことが起きれば大丈夫だと思うけどね。転がるでちょうどゲンガーを出さないと多分厳しいな。ここは転がろう。あと下で舐めるの麻痺があんのか。
まああと転がるの命中の低さね。このあたりがどうなるか。あ、いいよ。当ててこう、当ててこう。当てていきましょう。あ、恨みね。別にいいです。よし、当てていく。4発目は本当に当ててほしいな。27レベル。はい。あれ、これ27レベルってさ、そんなに低くなくない？多めにもらってる時よりそんなに低くない気があるんだけど。いつもここで30になるかなんないかの瀬戸際だったような気がするんですけど、どうですかね。レベル上がるの早いのか、虫タイプだから。よし、ちゃんと決めきった。素晴らしい。いいね。転がる強えな。転がるね、強いね。ツボツボでこの威力だもんね。まあ、タイプ1か。いや、でも、そんなことを、タイプ1がなんだよぐらい攻撃力低いからね。このままの調子でもういっちゃいますよ、そのまま。待つわ。こいつが、ゲンガーを何体目に出してくるかですよね。結局は。どうせ呪いしてくんだよな。呪いしてくるってことはもう速球、早急に転がろうするしかない。あ、ですよね。でもこれただの運ゲーだわ。運ゲーです。この呪いを受けて、次から全部一撃で倒すしかないもん。多分全部当てないと勝てない。要は。あー、どんどん確率が落ちていく。あ、終わった。負けです。あー、そっか。無理だね。どう考えても。あ、ここで先生の爪。あ、まあ先生、爪の絡みと麻痺しないのと、あと、まあこいつが2体目に何出してくるかを知れる。これでここでゲンガー出してくれると嬉しいんだけど。あー、出さないか。でもゴースか。あ、ゴーストか。まあこいつが3回目の転がる、4回目かで倒せるからな。これいけると思うわ。でも、うん、はい、行きましょうか。あ、これ、山下の、これ、することないですよ、これ。だって。転がるが全部当たれば、多分ゲンガーまで落ちるから、いけるかなって感じ。ただそれだけ。最初に呪いしてくれるのもね、結構いいんですよ、これ。2回、2発目で多分、転がる、2発目で倒せるんで。あ、いいとこで先生の爪。次の3発目の転がるを、でか。あ、我慢か。どうするこれ。むずい。どうしよう。覚えちゃった。我慢か。いや、我慢。我慢ってどうなの？我慢するほどのダメージ受けるの？巻きつく。ちょっと待って、むずい。巻きつくは、巻きつくいらんか。我慢マスターの俺としては、我慢にしとくか。巻きつくはまあ、いらないよね。いらない、いらない。あの、ビビたるダメージだからね。まあ、将来的に使ったかもしんないけど、もういいや。アナイトヘッドね、ここで。いや、ここでさ、一撃で倒さないことにはもう勝てないんだけど。はい。どうですか？あー、いける！あー、いや、急所だ、ナイス！これはすごい大チャンスだ！次、先生の爪お願いしたいです！はい。あー！勝ったんじゃない？勝てない。勝てねえな、これ。どうしよう、これ。勝てないね。はい。そしたら行きましょうか。レベル30になったんでね。まあ、結局、スーパー運ゲーだね。まあ、でも多分、ゴーストまでは、勝てること多いと思うんで、まあ、レベルも上がっていくんでね。いずれなんとかなるでしょう。すんなり勝たねえかな。松葉はな、松葉出れてくんないんだよね、全然。淡々と倒しに来るからな。もう呪いがさ、絶対なのがしんどいよね。よし。
とこの3発目の3発目の呪いでゴーストが一撃で倒さねてくれないと無理。さっき急所だったもんね。まあ無理なんでどうしよっかなって。あーそっかー、あー絶対無理絶対無理だな。我慢いらねえな。いやーどうしようこれ。まあ頑張るか。はい頑張りましょう。よし行こう。転がるが絶対に全部当たんなきゃ勝てない。あと先生の爪がいいとこで先生、あと急所が絡む。あー下で食べるな。え、そんなパターンもあんの。じゃあ呪わないでね。あ先生の爪、あーでもこれで落ちれば嬉しいよ。あおおこれはでかい。いやでもちょっと待ってよ、あのゴーストも呪いあるんじゃないか。先生の爪急所よっおあるのか。いやあー惜しい。あー呪いはれない。いやこれいけんじゃない。あオッケー当てる。だってさゲンガーは多分呪いないでしょ。多分一撃で倒せないけど。うわ避けた。えどうなんですか。うわこれは勝ったぞ。やった。えめっちゃあっさり嬉しい受ける。これはだいぶ奇跡が。えもう一発そうないか。どうしよう。どうする。いやでも待って逆にむずい。あいつに呪いがあるとしたらどうする。どうしたらいいの。穴掘るか。はいナイトヘッド。はい。あ、大丈夫ね。大丈夫、大丈夫。穴を掘る。相手のナイトヘッド。びっくりした。ああ先生の爪痕をしちゃったやべーうーん回復しとけばよかったのか。はい。先生の爪発動しすぎだろう。まあでもすげえ勝ったと思った。でもいやフラッシュやればよかったのか。さっき我慢でもよかったのか。なんなら我慢って効果あんのかな。呪いしますよね。いやどうしよう。でもゲンガー4発目の転がるで一撃なの分かったんで。あ5発目か。それはそれででかいね。5発目で一撃ならば、あでもここのゴーストが運ゲーになるのか。次先生の爪発動しないと勝てないのか。なるほど。そうかどうしよう。いやでもそっか丸くなる取ってきます。うんはいはい。ということでね、丸くなる多分波乗りないと手に入んないっぽかったんで、結局そのまま来ました。まあ、さっきみたいな、ゴーストのとこまで行く運があれば、なんとかなるでしょう。下で舐めて。よし、ほら、ある。揺れんなよ。そしてやれ。あ、お願い、やめて。あ、でもこれならあるか。これならあるね。3発目の3発目のな催眠術はやばいって。これ急所で倒して、あこれ急所で倒して次のゲンガーの4発目の転がるも急所で倒して、5発目のゴーストは普通に一発で落とす。催眠術めっちゃウケる。これはさ、もう勝てって言ってるようなもんなんだよな。めっちゃ簡単にゲンガーまた行った、ここまで。でも呪いが今回はあるから、どうしよっか。はい。柔軟受けるのね。まあ、フラッシュですね。
フラッシュで命中を下げまくりましょう。とりあえず、うん、時間をかけて倒していこう。はい、やばいね、呪いきついな。いやー無理だなこれ。というか冷静に考えてたけど、ナイトヘッドが2連続で外れないと勝てないから無理だ。技がない、やる技が。あの呪いなしでここまで来れるまでやるしかない。来ました、来ましたよ、ようやく。まあ、ようやくってほどやってないけど、あー倒せない。あーやった、なぜか呪いを3回やってこなかった。あーでも、あー倒してくれ。あ、オッケー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 、あ、オッケー、全然あり、これはあるな、これはあります。このゴーストは落としてほしいぞ。あーでも、いやどうだ、ナイトヘッドきちいな。オッケー、ゲンガーまで落としちゃってよー、お願いだよー。ようやく勝てるんじゃないのこれ、お願いします。あー先制してしびれた。でも7しか受けない。ナイトヒットあるかな、回復しとこう。シャドーボール7しか受けないです。あ、8か。いや待って、催眠術あるから麻痺のままでいいや。我慢が当たるか検証していい。初代は確か我慢当たるんですよね、ゴーストでも。はい、あのこれ痺れたらだるい、でも催眠術あるもんね、あいつ。はい、3。あーうざい。あーでも、いやでも催眠術やられること考えたら麻痺のまま行った方が確率高いか。そうねー、我慢検証は国防も下げられたらちょっと嫌だしな、結構ハードル高いですなこれ。いい、ここで解除していいよ。よし、あー効果ないんだ、いやーそっかー、そうなんだ、そいつは困ったな。じゃあ麻痺のまま穴を掘るで頑張るしかない。転がるはデンジャー、さすがに。最後のやつがもうこいつらの技が分かんないのが辛いね。あま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 あ十分十分。あ、夢食いあるのね。あ、シャドーボール切れたんじゃないこれ、もしかしてだけど。まあこれこのままさ相手の技切れるまで粘って、この催眠術なくしてから転がるっていうのもありっちゃあり。あれ黒いまなざし、あ、じゃあナイトヘッドはないのね。ってことはもうダメージ受けないのか、なるほど。 HP 満タンで挑みましょうか。まあ、催眠麻痺直して催眠術外れるまで粘るのもありだ。いやでも待てよ、いやでも最後のゴーストも催眠術がある。いやもうここはこのまま穴を掘るで頑張りましょう。最後のゴーストが呪いを持ってたらやばいのか。いや呪い持ってたとしても穴を掘るで一撃で倒せんじゃない、それなら、それならいけるっていうことはフラッシュはいらない。先生の爪起きない。あ、でもナイトヘッド。ナイトヘッドならオッケー。うん。飛んで。あ、でもこれ先生の爪しちゃうからさ、これが良くない。これが良くないよ。これ非常に良くない。まあ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 、まあこれ分かってれば大丈夫。で、ナイトヘッドね。飛んで、いやでもこれ20、あ、ダメじゃん。どうしよう。フラッシュ入れとこうか。あ、恨みしてくれた。あ、あーモノマネか。あ、穴を掘る、え、穴を掘る覚えた。あ、そう。なんで急にね、急にナイトヘッドしてこないのこいつ。
よかった、フラッシュ取られなくて。フラッシュロッカーでどけます。あ、オッケー。ナイトで外れるんか。さっき全然外れなかったのにな。いいよ。はい。まあ、これ負けることはないね。これなら。固定なんでね。よかったぜ。回復アイテムはほぼ使い果たすことになるな。いやだからさ、この一発受けた後にもう穴を掘るができないんですよね、結局。先生の爪のせいで、ナイトヘッド受けちゃう可能性あるから。これが、戦闘を長引かせている。ナイトヘッド当ててくるな。早く6発当ててくれよ。よし、オッケーオッケー。地道に行きましょう。焦ったらいけない。焦ったら負けなんだから。でも傷薬あと4個しかないよ。大丈夫？大丈夫かな？避けないねー。避けないかー。フラッシュなんでこっちの方が当たってないじゃん、なんなら。ほら、もうムカつくわ。腹立つわー。負けるこのままだと。どうしよう。いやー、どうしたらいい？よし、焦っちゃいけない。ここで穴を掘るか。ここで穴を掘るなんて。あ、PP がない。いやー、じゃあもう6発フラッシュ当てないと無理だな。穴を掘る。え、あー、PP 切れたんか。ってことはナイトヘッドもない、もしかして。ナイトヘッドない、これ。ナイトヘッドないと読んで、いやでもまだフラッシュしとこう。いや、なさそうですね。なさそうですよ。よしよしよし。穴を掘って恨みでなくなってたのちょっとあれだったな。じゃあ転がるしかない。ナイトヘッドないと信じるよ、俺は。ちゃんと見とけばよかった。ああ、泥試合。泥試合が始まります。あ、でも相手が先か。あ、外すんかい。あー、そっか。じゃあ俺、転がるが先制しないと当てないわ。はい。で、転がる当てる。外すんかい。なんかめっちゃ外すな。あ、黒い眼差しになった。よし。あ、勝ったんじゃない？勝ったよね。はい、あー、長かったー。最後のゴースト戦はだいぶ泥だなー。びっくりするわ。めっちゃお金使わされた。舞妓さんからもらったお小遣い全部使っちまった。波乗りね。これで丸くなるを取りに行きますね。いや、もはやいらないんだけど。よーし、やりました。よし、長かったな。はい。まあ、ということでね、今回はこの辺りで終わりにしようかな。時間すごいよ、だってほら。ほら、もう5時間。いや、だってこれもう視点の終わってるもんね。まあまあのやつなら。まあ、なかなか大変ですが、頑張っていきます。ので、よろしくお願いします。はい。ということで、今回もご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当に毎回ありがとうございます。また次回よかったらよろしくお願いします。バイバーイ。